誰か助けてください。変な人に襲われそうなんです。7月28日に暴露系 YouTuber のコレコレ氏によって明らかにされたアインシュタイン稲田によるインスタ DM での女性への性的画像要求騒動。稲田は不正ログインによる第三者の犯行と主張しているが、世間からは疑いの視線が向けられていた。不正ログインとか言ってるけど、犯行に使用した捨てアカの ID 変えたり、これこれをブロックしたり、本人ですって自ら言ってるようなムーブしてるもんな。これこれが費用出して被害女性の開示請求を支援するって言い出したからな。これで稲田が犯人だったらそれこそヤバくね。これこれ氏による執念深い追及により次第に追い詰められる稲田。稲田自身は、俺は口説く時はまっすぐ目を見て口説くからな、などとも釈明しているが、それすらも嘘であることがすでに明らかになっていた。柏木さんは稲田のことを大好きとか言ってますけど、あいつのことを一瞬で嫌いになることを教えてあげましょうか。え、何ですか？教えてください。あいつね、インスタでファンに声かけまくって引っかかった子とテレフォンしてんねんで。気持ち悪い。21年3月10日放送のラジオあっぱれやってますで、ケンドー小林によって明らかにされた稲田の特殊な性癖。まっすぐ目を見て口説くどころか、インスタの魔術師というのが彼の本性だった。しかも稲田の下水エピソードはこれだけではない。こんにちは、私稲田さんのファンなんです。突然で迷惑かもしれませんが、よければご飯とか行ってくれませんか？ご飯とかいいからホテル行かへん？え、いきなりホテルですか？当時からインスタの DM でファンを見つけては誰かれ構わずホテルに誘っていたという稲田。しかしそんなことを続けていればトラブルに見舞われるのは至極当然のことだ。おい稲ちゃん、大変やで。なんですか、いきなり。お前何したんや？ナンバグランド花月の前で女性が大騒ぎしてるんやて。とにかく早く見に行ってきいや。誰か助けてください。私稲田さんにホテルに連れて行かれそうになったんです。もう怖くて怖くて。あの女は昨日の。稲田がホテルに誘った女性が芸人が集う劇場の前で発狂するカオスすぎるこの騒動。稲田は対処するでもなく、止めていた自転車を放置してタクシーで帰宅したという。昨今では見た目と裏腹に紳士で真面目キャラを売りにしている稲田。しかしその内実は別にあるというのが真相のようだ。過去のインスタ DM きっかけでのトラブルと今回の性的画像要求騒動はそのパターンが非常に酷似しているが、果たして稲田は逃げ切れるのだろうか。インスタの DM で女性に卑猥な行為や画像を求めるのってこいつの常套手段やんけ。数年経って直接的な誘い方から創意工夫したやり方に変わっただけだよね。ああもう、こいつは女性のことほんまに分かってないわ。それはつまり？女性は心は綺麗です。アピールするために稲ちゃんみたいな激ヤバなやつに、私こういうタイプ好きなんですとか平気で言うねん。でもいざそういうことになると引くねん。それが女性やねん。それを知らずに稲ちゃんは行けそうで行けなかったと何年も夢を追い続けている。その結果のアベマ企画偽装会。